ことぶきみなこのパンパンマジことぶきということで、今はですね学校に行く直前です。そしてちょっとね朝が早いから周りでもね工事をしていたりとか、結構音が聞こえるかもしれない、そんな、本日は10月16日金曜日となっております。そう、日にちを言ってでもお話ししたいのは、イギリスで新たなですね新型コロナウイルスに対する対策が発表されたからです。マジことぶきで、こちらがローカルコロナウイルスの警報レベルみたいな感じで、はい、アラートですね。3段階に分かれたアラート表示になっております。ミディアム、ハイ、ベリーハイという風になっていて、私が住んでいる地域は実はこれが発表になったのが10月12日の月曜日だったんですけど、その時はミディアムという一番下のミディアムというエリアになっておりました。ただね、どれぐらいの方々がイギリスのニュースをご覧になってるかわかんないんですけれども、イギリスでは10月の頭とかにやはり1万人を超える方々が感染者数として発表になってっていうことを受けると、まあ、自分の地域がミディアムであろうとも、やはり気をつけて生活をしなくてはいけないし、より厳しく自分の身を守り、そして誰かに迷惑をかけないように生活をしていく必要があるなっていうふうに、今一度自分を厳しく律しようって思っておりました。そんなミディアムを聞いた10月12日があっての、まさかの10月15日、昨日ですね、に、なんと私が住んでいるエリアのミディアムのエリアはレベルハイになりますよーという風に発表がありました。ちょっとびっくりしました。あの10月12日の段階で多分自分自身もそうミディアムだからいいやとか何も思ってないんだけれども、あ、私はミディアムなんだなって、アイアマンミディアムみたいな感じでこうちょっと擦り込ませてたというか、ミディアムだったら何ができるのかとか、あ、じゃあ家でこういうことしようかとかっていう風に思ってたことはもちろんあるから、そんなにね変更も別に大きくあるわけじゃないじゃないんだけれども、まさかのハイに変更になったっていうのがこのタイミングで発表になるっていうことにびっくりしましたね。だって10月12日に発表になってから15日ってこと3日の間で何があったんだろうって感じなんですけど、このミディアムからハイに変わるっていう日はちょうど明日ですね、10月17日土曜日からこれが施行されますよという風に発表になっております。で、何がじゃあ変わるのか、もうめっちゃ調べました、自分なりに。けどね、やっぱ全部英語だから一生懸命読みつつだったんですけど、そう、これは小話的な感じなんですけど、余談なんですけど、旅レジという日本のサイトがあります。これはどこどこの国に行くとか留学するとかっていう時に登録しておくと、今それこそことぶきさんは今イギリスに行ってるんだなっていうことが、登録されているので、そのイギリスに関する情報、最新情報だったりとか、そういうものがメルマガのように送っていただけます。なので英語でもちろんわからなかったことっていうのは、周りのお友達に聞いたりっていうのはもちろんホストマザーに聞いたりはあるんだけども、旅レジから改めて連絡が来るんです、日本語訳で。なので、あ、それも見ながら、なるほどなるほど、私たちは今変更になったんだな、ミディアムからハイというレベルに変わったんだなっていうのは、この旅レジが来るたびに事実をね受け止めるというか、そんな感覚でございました。なのでもし今後海外旅行なり海外渡航を考えていらっしゃる方は、必ずその旅レジ登録していただきたいなというふうに思います。便利です、助かります。マジことぶきで、話を元に戻しますと、じゃあ一体ミディアムからハイになることで何が変わるのかっていうと、一番多分大きいのは、自分の今住んでいる家族、一緒にいる人たち以外の世帯主の人とインドアで会うことができないっていうことだと思います。で、そのインドアっていうのが、お家の中はまあ結構よく言われてたんですけども、今回のことで多分まだちょっと施行されてないからまだわかんないですけど、私が読んだ感じ、そしてお友達と話してる感じだと、多分カフェ、レストランが全部禁止なんじゃないかなっていうふうに思います。なのでそっかと思って、自分の中でね、あ、ハイに変わったことっていうのは全然そうだよなってもともと思ってたから、逆にミディアムでいいのかなって思ってたからこそ、そうだよねそうだよね、やっぱりハイレベルだよなっていうふうに自覚して、でどっちかっていうと衝撃は本当に、あ、このタイミングで発表だったんだっていうことだったんだけども、ハイになったことによってミディアムなんだねっていうことで、じゃあ友達とも、あ、じゃあ今度ここで会おうねっていう約束をだからこそしてたみたいなところがあったんですけど、そういうのも
あ、一回ちょっと考え直さないといけないことがあるなと。逆にね、テラス席とかそういうアウトサイドで、まあ、6人までっていうのだったらいいですよっていうのは引き続いて実は発表になっております。とはいえね、今のイギリス日が昇ってる時だと13度前後とか15度とか、高くて15度で、私の体感は10度ぐらいなんですよいつも。で、まあ外だからといって、じゃあみんなでバンバン会おうよっていうことも多分違うと思うし、もちろん自分の中でのこう厳しくしていくっていうところは、ミディアムの段階からそういう意味では変わってないんだけれども、今一度自分の予定も考え直さなくてはいけないし、自分が思ってた以上にそれを楽しみにしてたんだなっていうことがを実感しましたね。で、まあその変わることによって、さっき言ったみたいなインドアはダメで、アウトドアのパブとかカフェならいいとか、あと食べ歩きだったらいいんじゃないかとか、買い物に誰かと一緒に出るっていうのはありなんじゃないかとか、そのあたりがね、いまいちいまいちよく私たちも分かってません。なのでこれは、ちょっと始まってからかなっていうふうには思います。だから私の中では実質最初、ロックダウンじゃないって思ったんだけど、まあ、ロックダウンという名前も使っていないし、私学校がね、まあ、あるんですけど、それも変わらずフェイストゥフェイスで、今のところは私のクラスは行っていくっていうふうに発表になっております。なので大きく何かが変わるってことではないと思うんだけれども、ちょっとね、おって驚いたので今回この動画を撮りました。かなりね、衝動的に撮った動画なので、まとまりがあるようなないようなっていう形ではあるかもしれませんが、全世界皆様、そして私たちも、私もそうなんだけど、本当にお互いの命を大事にして生きていきたいなというふうに思いますので、 Stay safe, keep smile, keep positive、 ぜひしていただいて、この大変な時期でも乗り越えていけたらなというふうに思っておりますので、学校行ってきます。以上、ことぶきみなこのマジことぶきでした。バイバイ。